裏金渡したんですよ、100万円。それを日本テレビが隠し撮りしてたんですよ。それで大問題になったんですよ。どうですか泉さん。僕はさすがに泉さんもうちの裁判の記録全部見てるわけじゃないと思うんで、まあでもそこはもう不透明だからどうにもなんないっすよ。そこはもう当事者やからちょっといきなり振っていいですか。まあ、堀江さんとは時に、X 上 SNS 上でこう激しくやり合ったりなどあると思うんですね。いや私が切り早まりするだけですよ。すごい感謝してるんですよ、はいはい、1年ちょっと前にわざわざ明石までお越しいただきまして、はい、一度お会いさせていただいて、はい、暴言で話題になってた頃。いやいつも暴言で話題になってるからどの暴言かわからないですけどね、はい、テレビ出演の際は遠慮がちとご自身振り返っていますが、はいはい、ここではぜひ忖度なしで今日は思う存分お話ししていただければなと。ちょこれ収録ですよね。収録です、はい、ちゃんと後で切ってくれるんやね、はい、そう言いながら切らないんちゃうかと思って心配しますけど、はい、大丈夫ですか、はい、弁護士は、ね、1995年に、はい、97年から登録ですね。27年ほど前に弁護士になってるんですね、はいはい、橋本徹さんと同期という。あ、同期なの。同期なんですよ。司法試験通った後に、当時2年間、はい、一緒に研修するんですけど、はい、結構毎晩のようによく飲んでましたね、はい、よく焼肉食いに行ったりして、あの時にもうちょっとおごっといたらね、もうちょっと態度が違うなと思ってあの時に割り勘したんがちょっとどうかなとちょっと思うところはありますけど。市長時代はこれ無駄なこれ公共事業の切り捨てやこれ独自の子育て政策でこう若者の人口が増えたりとかそういうので話題にもなっていたと思うんですけど、まあ、暴言による辞職などで、話題にもなりましたということで、著書にこう政治は喧嘩だ明石町の12年などがあるんですけど、これもね、これも言い訳しますけど、はい、大抵私も本出してますけど、はい、こうタイトルって出版社がつけるんです、はい、私別に喧嘩するつもりないんですよ。喧嘩って勝手に負けたりですやん、はい、市長だから権限あるからもう決めれば決定だから、はい、政治は結果だというふうに言ったんですけど、はい、政治は結果だだったら売れませんと政治は喧嘩の売れますって言って、はい、タイトル変わった、ね、政治は結果だと言ったのが喧嘩になって変わってしまったんですよ、はい、ということでだったらもっと売ってくれたらいいのにね、はい、ということで最近した喧嘩はどんな喧嘩。いや喧嘩してませんよ別に、はい、なんかこの前ネットニュースでも石原伸晃さんと喧嘩になったとかっていうのがあれも謝っただけですよ私がちょっと普通に言うとろ失礼だって言うから、はい、すいませんって言っただけですけどね謝ってばっかりですよ、ほんま。なるほど、はい、はい、ということで今回はこれ泉さんと今こそ徹底的に語られるべき政治と金をテーマにですね、うん、こう日本の諸問題を議論していきたいと思います、うんうんうん、まずはですね今世間を騒がせています自民党の裏金問題について1月16日にですねこれ安倍派幹部7人がこれ東京地検特捜部いずれも不起訴とする方針で最終調整ということで1年の流れを振り返って泉さんまずこれいかがでしょうか。私自身は特捜部なんても本当に起訴しなきゃいけないものを起訴せず、はい、起訴してはいけないものを起訴しているので、はいはい、そういう意味では検察に対して不信感強い人ですから、まあ、それは裁判所に対しても不信感強いので、はい、まあ、日本の検察や司法が別に正義でもなければ、はい、まあ、そこはある意味冷めた目で見た方がいいという立場なので、なるほど、まあ、そこはベースとしてあるということですよね、はい、まあでもそこはもう不透明だからどうにもなんないっすよ。そこはもう当事者やからちょっと意見振っていいですか。ある意味まさに飛ぶ鳥落とす勢いの時にいきなり逮捕ですやん、うん、はいはい、あれ私から言えばね、うん、スピード違反で5キロオーバー、うん、はいはい、たった5キロオーバーでいきなり捕まったような話で、はいはい、それでも全員5キロ10キロオーバーしてるがなと、はいはいはい、他みんなでオーバーしてんのにいきなりポンと捕まって、まあ、ちょっと当事者の側から言わせていただくと、さすがに泉さんもうちの裁判の記録全部見てるわけじゃないと思うんで、うん、言わせていただくと、僕はリクルート事件も、まあ、その政財界を巻き込んでるっていう意味でいろいろ大騒ぎになりましたけど、結局あれ江添さんって最後執行猶予付きの有罪判決受けてるんですよ。でそれも多分起訴されて十数年経ってですよ。でやっとその世論が落ち着いてから執行猶予判決が出てるんですね。まあ要はあれだけ大騒ぎして江添さんは執行猶予付きの有罪判決なんで、まあ、無罪みたいなもんじゃないですか、まあ、実際のところね、うん、執行猶予期間終われば刑の言い渡しはなかったことになるので、うん、僕は実刑判決受けてるんで例えば弁護士資格も取れないとか馬主になれないとかいろんな制限が、うん、貸金業の免許取れねえとか、うん、いろいろあるんですよ。それ10年も僕は終わったんで、うん、何でもできるようになりましたけど、そういう状況なんですね、うん、であの時もめちゃくちゃ騒いでたじゃないですか。僕自分がそうやって検察にやられたんで、あの時の事件もめっちゃ調べたんですよ。で調べたらやっぱ大した話じゃないんですよ、うんうんうん、リクルートは
やっぱりあの頃メディアビジネスをもうめちゃくちゃにしたわけですよ。就職情報誌リクルートジャーナルっていうメディアを生み出して、はい、あれリクルートが初めて見つけたんですよ。あれもともと東京大学新聞の広告を売ってたんですよ、あの人。東大生取りたいじゃないですか、みんな。だから東京大学新聞売りに来たら来いよって言ってみんな買ってくれて、めちゃくちゃ売れることに気づいて、リクルート広告だけの会社作りゃいいんだって言ってリクルート就職ジャーナル作って大ヒットして、それを横転してカーセンサーとかあの住宅情報とか、うん、ゼクシーとかいろんな高単価商品の広告だけの本を雑誌を作って売りまくった時期なんですよ。でも江添さんって僕はそういうすごい起業家だと思ってたら、B 面はものすごい投資家で、まあ投資家というより投機家で、不動産投資とか株とか大好きなんですよ。でまあ結局バブル崩壊して火だるまになっちゃったんですけど、リクルート事件で自分は捕まるし、でもあの時にそのNTT の回線リセールを始めたりとか、スーパーコンピューターのなんか時間貸しを始めたりとかして、だんだん政財界に近づいていって、リクルートコスモスって子会社の不動産会社をIP をさせようとして、その時にみんなに実はあれ株みんな配ったって言ってんだけど、あれ配ってないんですよ。あれ金がある人は買ってるし、金ない政治家とかはファーストファイナンスっていうリクルート系のノンバンクから金借りて買ってんですよ。まあ、株やってる人だったら誰でも知ってると思いますけど、値上がり確実な IPO 株なんてものは存在しないんですよ。その時にリーマンショックとか起きたら株は暴落するし、いつまでも塩漬けになるかもしれないですよ。そのファーストファイナンスに高金利で借金をして買ったリクルートコスモス株がずっと塩漬けになって、おい江添とんでもねえことしてくれたなお前ってなるわけですよ。だからよくあれ有罪にしたなと僕思ったんですよ。で僕は今そういうふうに解釈したんだけど、あまりにもメディアが騒ぎすぎて、社長室の室長が当時民社党の奈良崎さんっていう政治家に裏金渡したんですよ、100万円。それを日本テレビが隠し撮りしてたんですよ。それで大問題になったんですよ。どうですか泉さん、僕はまだその裏金が何のために作られたのかっていうお話は 100% 明らかにはなっていないので、半分憶測でしかものは言えないんですが、NHK 党の立花さんという人が、とよく対談をしてて、彼はもともと NHK の裏金担当だったんで、だから彼裏金にはいい裏金と悪い裏金があってみたいな話をしてて、NHK のいい裏金ってじゃあ何なんですかっつったら、 MLB の例えば放映権を取りに行くときにちょっとお金が足りないから NHK エンタープライズからお金を回してもらうとか、あとなんかそのなんだ盗難が多いらしいんですよ。ワイヤレスマイクつけてるじゃないですか、これ1個高いじゃないですか、10万とかするじゃないですか、これ結構なくなるらしいんですよ NHK の局内で。なんか派遣の AD とかが盗んだりするらしいんですよ。てかもう社員も盗んだりとかするらしいんですけど、それを NHK でなくすと大変らしいんですよ。その盗難届、被害届を警察に出してお金が降りるまで1ヶ月かかって、その間マイク足りねえみたいな話になる時に裏金を使うらしいんですけど、そのだから今回の裏金って何に使われてたかって話を聞くと、パーケンが売れなかった時の補填に使われてたっていうわけですよ。ノルマをこなした時に超過分を裏金化してプールしておいて、パーケン売れなかった時に補填してたらしいんですよね。まあ、全てが全てそうじゃなかったとは思いますけど、 そういったお金ってどうなのかなと思うの一つと、もう一つよく言うのはその秘書を結構抱えていて、公設秘書は金出るんですよ国から。だけど施設秘書を何人も抱えてる人ってのはいて、その人たちをの給料をどうするんだ問題ってのがあって、さすがにみんなボランティアで働けるわけではないので、その人たちの給与とかそれは表で書けばいいのに、じゃあなんで裏金化してたんだろうなとか、そういったところの疑問はあるんですけど。